人目の匠は有限会社菅野煙火店、花火師菅野忠男、玉名のぼりぼくつき彩色神わびさきかすみ草、色あでやかな芯を中心に散りばめ、江戸時代からの伝統的な炭火を主題とした大輪が咲き、最後はかすみ草で締めくくります。曲名のぼり曲付きキラシン染め分けボタン、きらめく芯に色分けされた大輪がとてもカラフルなボタンです。そしてもう一つ、曲名のぼり曲付きひまわり千輪、小さなひまわりの花が夜空いっぱいに広がり元気に開花します。株式会社わびや、花火師久米川正幸、曲名のぼり小花トロピカル千輪、トロピカルな色彩で可愛い花が無数に咲く作品です。そしてもう一つ、曲名のぼり小花雪ボタン千輪、
一瞬音だけの闇が先行し、後から無数の北国の花を表現した小花が一斉に咲く日本的な花火です。上り極道付き松島の夜景、松島の緑色にライトアップされた夜景がそのまま茂木上空に現れます。花火師小松忠治、曲名上り曲付きマジックスター、時差式に光の星の光が変化する、まさに花火のイリュージョンをご覧いただきます。渋く味わい深いいぶし銀は玄人好みな作品です。紫色の芯が咲き、大輪が広がり、冠のような造形を表し、最後に咲き割りと呼ばれる音と光で締めくくる作品です。株式会社丸玉屋小勝煙火店、花火師小勝憲孝、曲名上り木付き脇菊千輪、一輪の菊が無数に一斉に咲き乱れる菊花壇のような作品です。
11人目の匠は株式会社磯貝煙火店、花火師磯貝直孝、曲名のぼりぼく付きミラーボール、レッツダンシング、思わず踊り出したくなるようなミラーボールが出現します。そしてもう一つ、曲名のぼり銀木光のオブジェ、花火をアートとして作者が試行錯誤で行き着いた代表作品の一つです。光の芸術をお楽しみください。12人目の匠は田畑煙火株式会社、花火師田畑智弘、曲名のぼり小花八重心ステンドボタン、八重の花に見立てた二重の芯が咲き、大輪はステンドグラスのように配色豊かな作品です。13人目の匠は株式会社山崎煙火製造所、花火師山崎義雄、曲名のぼり曲付き三重芯煙火菊、三重の芯を持つ伝統的な菊型花火です。耐震の変化をお楽しみください。14人目の匠は野村煙火工業株式会社、花火師野村陽一、曲名のぼり曲付き三重芯菊咲紅点滅、高度な技術を必要とする三重の芯を持つ菊型花火の職人技にご期待ください。15人目、最後の匠は株式会社ベニヤ青木煙火店、花火師青木明雄、曲名のぼり曲付き三重芯菊咲煙火香炉、鳥は日本煙火芸術協会の会長を務める作者の元祖菊型花火の妙技をご覧ください。Thank you.